はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、こんにちは。こたつです。ファクトリーをやっていきましょう。今回は前回お伝えした通り、こちらのブランコ石を使って発電などをやっていこうと思うんですが、今までちょっとここでね、ウラン鉱石を加工していたんですが、ちょっとね、ここ、もう、塞がってしまったので、こちらの、もう運ばずに、このままこの辺で加工して上で発電をしようかなと。せっかく作ったんですが、そちらの、そういう風にしようかなと思います。この線路はとりあえず硫酸を運ぶためだけの線路で、として使っていこうかなと思います。なので、とりあえずここのこやつたちを一回撤去します。はい。じゃあ、ちょっとね、この敷地内のロボットたちに回収されたくないんで、自力で、回収してきます。一応もう事前にね、コピーはしているんで、向こうの方に、こちらのままを設置していこうかなと思います。ここはあった方がいいな。はい、じゃあこれを、置いていきましょうか。じゃあ、こうか。どっからまたぐかな。まあ、この辺でいっか。よっ、お願いします。OK。あ、何？向こうから持ってきてもらえる感じ？どうしようかな。ここに要求チェストにしてやって、で向こうのやつを持ってくるようにしようか。ちょっと待ってね。この緑のいただいていこう。基礎基盤、電子基盤基礎基盤ってだいぶ昔の名前だよなあ。違うわ、モッド編の時の名前か。なんかそんな感じの名前つけてた記憶がある。違う、いらん、それいらん。OK。で、要求チェストにしてやって、こっちを、あ、範囲に入ってないのね。はい、了解です。了解です。要求チェスト。はい。何個あったっけ向こうに。わかんない。とりあえず満タンにするくらいいるとこ。あ、違う。これじゃねえや。これや。そんないないと思うけど。で、この辺、あ、そっか。はいに。こんな感じかな。で、この辺を違う。で、線ぐらいのそのままコピーしてやれば。OK。OK。で、ここも、あ、そうか、これ、入ってるやつたちどうやって処理しようかな。どうしよっかな。どうしよっかな。とりあえずこうしといて、で、これもこうしといて、で、どうしようかな。逆に出すようにして、で、一旦こっちから来させないようにしといて、よし、これでいいかな。 OK。 さあではこっから次発電にするのをどういう風にするんだっけっていうのをちょっと思い出さないといけないですね。発電するもの。発電するもの、あ、これか。原子炉。核燃料を使い熱を発生させます。他の原子炉と隣接させると熱出力が増加します。熱出力が上がるとどうなるの？熱、とりあえず作っておいてみるか。で、ヒートパイプ。熱交換器。熱エネルギーを使って水を蒸気に変えます。蒸気タービン。熱をエネルギー使って、あ、水がいるのか。そうか、水がいるのか。ああ、でも近くにあるわ。お、よかったよかった。めっちゃ近くにあるわ。よかった。たまたま、全然俺そこまで、先まで読んでなかったわ。とりあえず、こう作らなきゃいけないですね。とりあえず、上で作るから上に一応置いとこうか。どういう感じだったっけなー。燃料棒入れて、で、温度を、熱くしなきゃいけないんだよね。とりあえずなんか隣あったら、熱出力が増加するって言ってるから、隣り合わせで作った方がいいってことやんな。置いた方がいいってことやんな。で、そう、それをまずこの燃料棒を作らなあかんねんな。燃料棒をどうしよう。鉄板、あ、鉄板ここある。あ、違う、鉄板ちゃうわ、これ。鉄板がどっか近く来てなかったっけ。あ、鉄板来てない。鉄鉱石が来てんだ。あ、鉄鉱石がこっちの方来てんのか。鉄鉱石で作るか、この辺で。この辺ちょろっと作るか。どんな感じだったっけな。で、使用済み燃料棒が出て、使用済み燃料棒が5個溜まって、ウラン283で、また、新しいのができるんだっけ。じゃあ、そんなに大量に作らんでいいんだよな。じゃあ、とりあえず、いや、もうちょっとずつ思い出しながらやっております。だって過去に原子炉をまだ1回か2回しかやってないんじゃないかな、まだ。そんなやった記憶ねえからさ。全然覚えてないんだよね。んで、そんなに数いらないから、とりあえず3つぐらいで、こいつと、どうしようかな。こっちに来るようにしとこうか。で、こっちに出して、これ出したらどっちに側になるんだっけ？あ、じゃあ、こっから、こっちにして、で、こっからこのまま流して、で、入れて、で、こっちも入れて、結構時間かかったっけな。OK かなー。よっ。よっ。で、で、あ、そっか、一回貯めた方がいいな。一回貯めて、一回貯めるようにしといて、で、ある一定の数になったら、作るみたいな感じにしといた方がいいよな。とりあえず、こんだけにしとくか。とりあえず今こんな感じにして止めといて、これでいっか。んで、こっから上に流さなきゃいけないな。で、どうなんだろう。結構数いるんかな、これ。で、こっからこのヒートシンク、ヒートシンクじゃない、ヒートパイプ、どういう多分こっちに蒸気がいくねんな。で、多分ここ水を通らないといけなくて、ヒートパイプはこうやってつなげる感じかな。ああ、こういう感じだな。ああ、はいはいはい、こういう感じやな。はいはいはい、こういう感じやんな。え、でも隣り合うようにしなきゃいけないから、どうしよっか。あ、そう、これも作らないといけない。これも同じような割合にしてみるか。2個。1つに対して2個。っていう感じ?ちょっと調べときます。要はでもこういう形ってことだよな。こうやんな。で、これを10個にしなきゃいけなくて、かつ隣り合うようにしなきゃいけないんだよね。とりあえずですね、これをこんな感じで、これをちょっと場所変えよう。これを横にして、横にして、で、ここから入れるようにして、で、まあこういう形で、で、これを、まあ、こう、あ、ちょっと待ってよ。ミスった。こうか。これを、で、そっか。じゃあこっちいいや。で、これで今、6個、8、10。OK。で、ただ熱、このパイプを通ることによって、だんだんと温度が下がっていくんではないかと思うんだよね。長ければ長いほど。ドバンが足りませんね。ちょっと、この辺、あ、ない。あ、1個しかない。届くかな。あー、ここに置くか。中途半端やな。ちょうどここか。もうちょっと後ろ下がろっか。ちょっともうちょっと後ろ下がってもらっていいかな。違う、切り取り。て、この辺にで OK ぐらい。 OK、 これで10の20なわけですよね。じゃあこれを一回ちょっと一個つなげてみるか。ヒートシンクこっちからいくか。あ、そっか、もう勝手に置いていかれるんだ。銅板あれだ、アクティブ供給チェストの中1列しかないから、もうそろそろ空になってんちゃうこれ。多分空になってんだと思うんだよな。これ今つながってんのかな。つながってんのか。こっちからじゃなくてで、ここからよっ、そっか、水を汲んでこないといけないんだよな。ここにも一応水溜めとこうかな。水だって遠いもんな。ちょっと遠いもんな。わざわざこっから持ってきてもらうのもな、くっそあるけど。よし、これでちょっと一回試しにこっちに流してみようか。じゃあちょっと試しにね、流してみたいと思います。さあ、どうなるか。どうなるか。どうなるかな。あ、そっか、これつなげてないとあかんね。おお、温度上がってる。むっちゃ時間かかるな。あ、そうだ、これ出さなあかんねんな。そうそう、思い出した思い出した。この殻を出さなあかんから、で、帰る方向にどうしようかな。で、これどう処理するんだったっけ。使用済みはまた遠心分離機か。遠心分離機をすることによってどうなるんだ。あれ、なんか温度下がってる下がってる。あ、違うんか。あ、そっか、一応こっちも温度上げるようにしようか。すればちょっと早くなるのか。あ、なんか早くなった早くなった。気のせいかな。で、あ、上がってる上がってる。で、温度が流体入力なし。あれ、流体入力なし。あ、まだ熱が不足している。最低温度500。500まで上がらんとあかんの。あんま遠くならん方がいいのかこれ。そんな感じだよな。もう直接こういった方がいいのかな。なんかそんな気がする。だってこう斜めにも出れるぐらい、斜めっていうかこっちからも出れるぐらいやもんな。めっちゃあれだね、銅板使うねこれ。よいしょ。今なんだ、まだまだだね温度。結構時間かかるねこれ。あれかな、数もっとあった方がいいのかな。あ、殻が出た。どうしようか、一回溜めとこうかな。そう、これで、とりあえず形としてはできたけど、ちょっとね、本当に手探りでやっておりますので、ちょっと調べときたいと思います。どういうのが正しいのか。まあ、正しいっていうのはないかもしれない。まあ、正しいのはあるんだろうけど、こうつなげなきゃいけないというなんか条件が、もしかしたらあると思いますので、ファクトリーのウィキとかで確認してみたいと思います。あ、そう、思い出した。これを打ち上げなきゃいけない。じゃあですね、今日はこれがラスト、もう最後になりますんで、これは打ち上げていきましょう。はい。あ、届かない。うるさい。めっちゃうるさい。これ一気に一つのボタンで全部打ち上げれたらいいのにな。はいよ。オッケー。いってらっしゃい。さあ、これでまた研究が再開できますね。はい。いってらっしゃい。さあ。これでまた、そうだ、メモしとかないと忘れないうちに。今日がですね、9月の19日3連休のど真ん中でございます、19日に20ですね、2なので50、まあちょっと字幕の方であと何期っていう感じで出てると思いますけど、今俺の頭の中では忘れてます。はいね、いやーまた頑張っていきたいと思います。はい。で、次回はちょっとこの、ブラン鉱石の、発電し始めた。頑張ってるね。発電100メガ。もうあれだね。もうこれに追いついてるね。いい感じですね。はい、次回もうちょっと増やしたりもしていこうと思います。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いいたしましょう。じゃあね。